実践学園中学高等学校は東京都中野区中央2丁目にある私立の中学校高等学校。併設型中高一貫校で中学校から入学した内部進学の生徒と高校から入学した外部進学の生徒とで高校3年間別クラスになる。前身は昭和初期1935年に千代田区神田西区に設置された実業学校。 前身は1935年に設置された実践商業学校。太平洋戦争後の学生改革により、新生の高等学校として設置された。高等学校の教育課程は、普通科、希望進路や学力別に応じて、がある。また、各教室に教員がパソコンで作った板書事項をプロジェクターでホワイトボードに投影しながら、画像、音声、 動画を表示でき、専用のペンを使うことで、字野線を書いたり動かしたりすることができる、電子黒板とホワイトボードが設置されている。このほか八王子市内に総合グラウンド及び研修センターを設置している。実践学園中学、高等学校高尾総合グラウンドは、当学校が所有、運営する、サッカー及び野球の兼用スタジアムである。 東学校の創立80周年を記念し、2006年11月に開場した全国高校サッカー選手権大会の東京都予選の試合会場として使用されている。また、隣接して人工芝の小サッカー場やクラブハウスも建設されており、中学、高校では比較的充実した設備となっている。東学校のサッカー部や野球部の練習、 試合会場としてだけでなく、大規模な公式戦や地域のスポーツクラブなど幅広く利用されている。施設外用野球使用時は内野部分がクレー、外野部分が人工芝となるほか、人工芝部分には国際規格のサッカーフィールドが入るように建設されている。また、客席はサッカー使用時に対応したバックスタンドのみが設置されている。 なお、野球使用時には、スタンドの端部から、外野フェンスまで、ラッキーゾーンのようなエリアが設けられる。バスケットボールサッカーこの記事は、以下のカテゴリーでも参照できます。実践学園中学、高等学校高尾総合グラウンドに関するカテゴリー。ありがとうございます。